はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。1時を回りましたね。はい、まったりとした午後でございました。お昼にビール系飲料3缶いただいてふわっとしますけど、ふわっと、はい、行きましょう。産経新聞、紙で読んできましたけども、ネットでも出てますね。ソウルから呼ぼせよというシリーズでございまして、黒田勝弘さんという、名物記者ですね、産経新聞の。確か元は共同通信でしたかね。もう70ぐらいの方で、いつもお隣さんからいろんな記事をですね送っていただいて、それ大体読んでますけど、なかなか、味わい深いですね。ソウルから呼ぼせよ。呼ぼせよっていうのは日本語にしますと、もし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 とかいうあれですね。防弾国会議員とはという、これは今日の朝の7時に出た記事でございまして、短いんでね、読んでしまいましょう。今週韓国では地方選挙と同時に国会議員の補欠選挙があり、1日でしたね。先の大統領選で敗れたイ・ジェミョン氏がソウル西方西ですねのイルチョン、あ、インチョン、人選って書きますけど、インチョン氏の選挙区で出馬し当選した。地方選全体では新政権スタートの要請を勝って与党が圧勝し、維新の野党は惨敗したため、世論からは党を犠牲に自分だけがいい思いをしていると皮肉られていると。まあ、この方かろうじて当選できたらしいんですけど、党自体はですね惨敗を喫しました。大統領選がダメだったので、すぐまた補選で国会議員になるというのは厚かましいクエスチョン。それに、イ氏の本来の地元は過去長く市長を務めたソウル近郊のソンナム市、城南と書きますね、城の南ですね。城南市にもかかわらず、野党の牙城で当選確実ということで、全く無関係の選挙区からお手盛り出馬というのもどこかいやらしい。確かにね。まあでもこれ裏があるんです。イ氏は大統領選の際、身体検査で市長時代の宅地開発疑惑がもう大問題になった。側近らはすでに逮捕されているが、本人への捜査は寸止めになっている。これね、もうね、3人の方がね、自ら命を絶たれてるんですよ。この疑惑事件ではですね。テジャドンというところのですね、開発なんですけど、そこで国会議員には捜査や逮捕回避の特権があるため、急いで国会議員になろうとしたという防弾出馬説が話題になった。楽勝のはずの補選も意外に苦戦。党の選挙対策責任者だったのに、このイ・ジェミョンさんですね、地方選応援はそっちのけで自分の選挙にかかりきりだったまあらしいですね。なかなか苦戦を強いられたと。これ落ちていたらね、もう逮捕ですね、多分。おかげで防弾国会議員になれたのだが、この身の処し方はいささか見苦しい。世論は野党に転落した左翼革新勢力こそ革新が必要と言っていると。まあ、アイロニーが効いてますね。イ・ジェミョンさんっていう方は、今のユン・ソンニョルさんと大統領選挙を争ってですね、非常なる僅差、0.7% と言われてます。の僅差で敗れたわけですね。の普通 0.7% って誤差の範囲も範囲でもうちょっとやんって、票の数え直しをしたら勝てるんちゃうのとかって言われたんですけど、開票結果が出るとあっさりと負けを認めました。私は あんまり詳しくないんですけど、非常にですね、開票にはですね、そのいろんな操作が働いてるんではないかと思っています。でそれをやった上でも勝ちなかったわけですから、まあ負けたんでしょうと。で開票をやり直し、集計をやり直ししたら多分もっと差が開いたと言われています。一部で、言われています。選挙期間中、大統領の選挙期間中ですね、私は負けたら無実の罪で監獄に入るやろうと公言をしていました。こういじめさん、でいやだったらほんまに入んのと思ったらですね、今回の国会議員の補選に出てきてですね、まあなんとかかんとか当選したと。
で、この黒田さんの記事にあります通り、向こうの国会議員には不逮捕特権というのがあります。それが使えるわけですね、国会議員になれば。それを求めるために、それを得るために国会議員選挙に出たんちゃうかと、まあ多分そうでしょう。まあそうとしか思いませんね、ほんまに。でまあなんとか辛くも当選したら防弾国会議員と呼ばれているということです。今日のニュースでですね、この方の奥様がですね、京畿道知事時代かな、京畿道知事時代にですね、公金、公要は税金から支払われるようなカードが、クレジットカードがあるそうなんですけど、まあそれを使ってですね、飲み食いや買い物をしていたという疑惑が持たれていました。これは正式にごめんなさい、やりましたとかって言うてるんですけど、ごめんなさいしたのも含めたんでしょうかどうか知りませんが、139箇所かなんかにガサ入れをしたというニュースが出ています。つまりさらなる疑惑があるんちゃうかと、公金を私的流用したということですね。いわゆる知事が公費で賄うための、支払いをするためのカードを使って、美味しいもの食べて、なんかいいもの買ったというふうに言われていました。それに対する捜査が進んでいるということですね。だからそれについてですね、その100何箇所もね、ガサ入れしたということはね、もうこれが日本であればですね、こんなも立件確実やんと言いますね。立件というのは、警察がですね、その疑わしき容疑者を逮捕して、とりあえず検察庁に送るというところまではほぼ確実ちゃうんかと思うんですけど、日本であればね、仮に日本でそういうことがあれば、警察がそこまで大々的に動くということはもう確証をつかんでるということですね。ところが、まあ、愉快な野良さんと、まあ、日本とはね、似てるようで、いろいろ違うところが多くて、特に法律の運用という面に関してはですね、日本の常識からすると、ほんっていうようなことがいっぱいあるわけです。なんで、まあ、言えませんけども、どんどんそう迫ってきてるということは言えますね。ですんで、イ・ジェミョンさんは、まあ、ご本人は国会議員になったんですけども、奥様がですね、公金横領と、いうような罪かでですね、逮捕されて、収監されて、有罪になる可能性がなんかものすごく高まっているような気がしますね。これ当然ご本人もですね、ご本人が関与しないとそういうことできないと私は思うんですけど、なんでしょうけども、国会議員の間はですね、逮捕できないというようなことになってますんで、ちなみにあと2年です、任期は。国会議員4年ごとに選挙しますんで、その決議が出たというところの補選なんですね、今回は。だから残りの任期を終えればですね、また一斉に選挙があって、まあ、それでまた国会議員になればですね、その特権は享受できるんですけど、奥様はゴーストプリズンになっている可能性もありますね。で、今のユン・ソンニョルさんって、なんせ検察官、検事総長を経たような方でございますから、こういうことはこう揺るがせにできないということで、どんどこね、警察も忍ぶ人事で変わったって言いますし、ユン・ソンニョル政権としての味が出てきてる、カラーが出てきてる感じがしますから、今後そうですね、この、矢に下ったですね、ムン・ジェインの共に民主党の方々がですね、まあ、ムン・ジェインさんが在任中もやりたい放題にやってたわけでして、それへのですね、追及は今後深まっていくんちゃうんかなという気がいたしますね。まあ、このイ・ジェミョンさんも最後まで逃げ切れるんかというと、こうかなり怪しそうですよ。かなり怪しそうですね。まあ、国会議員になられましたけど。では、まあ、あと注目はですね、本命のムン・ジェインさんに辞職の手が及ぶのかと。いうところですけども、割とね、せこい疑惑はいっぱいあるんですあの奥様が税金で自分のお洋服をお買いだったんちゃうかとかね、ご自宅、今住んでる宅だそうですけども、を農地から宅地に変更するのになんか権力相談ちゃうかとか、娘さんですね、離婚して今ご一緒に住んでるらしいんですけども、のマンションを売るときになんか特別な便宜を図ったんちゃうかとか、まあ、大きなものはほとんどないんですけど、あとはありますね、あのお金の面ではなくて、自分の長い親友をですね、
ウルサン市長選挙に当選させるために現職市長にありもしない疑惑をかけたんちゃうかとかね、あとは原発、あのムンさんは原発反対派ですから原発を稼働させないためにですね、その資料を改ざんしたんちゃうかとかですね、まあその手の疑惑がちょこまかちょこまかあるわけであって、まあ別に大したことないですけどね、私から見ると大したことないですけど、お隣さんの場合こう価値観が違うんで、うわーそれがすごいとか言うて、また大変なことになる可能性はありますね。これ産経新聞どうしようかな、一応貼ってみましょうか、一応貼ってみます、もしかしたら取るかも分かりません。はい、どうもありがとうございました。